はい、今回はですね、この CW 武器のなんかエージェンシーサプレッサーって最近までね、なんか謎に弱体が来てて、すげえ弱くてね、CW 武器全般がちょっとね、微妙なんじゃね？みたいな感じだったんですけど、なんかね、アップデート入って、エージェンシーサプレッサーがね、まさかの強化が入るっていう、元に戻るじゃなくて強化されるっていうね、弱体化した後に、謎の修正が入りました。で、まあ、ショーンはね、サプレッサーだからもともとあって、射程距離が、減るっていうね、弱体が入っ、短くなるっていう弱体化が入った後に、まあ、元に戻って長所としてね、有効射程距離が伸びるは、まあいいでしょう。で、プラス弾速も上がります。さらに垂直の反動制御もしやすくなるっていうね、ありえんぐらい強いアタッチメントに生まれ変わったということで、早速ね、今回はこの、まあ、Mac10 にエージェンシーサプつけて、プラスね、ファマス。この2つを、まあ、ファマスとかね、特に結構ブレる武器なんですけど、まあ結構ね、この武器を使って、で、どれぐらいね、リコイル制御がしやすくなったというか、まあ、サプレッサーがね、どんぐらい強くなったのかっていうのを、まあ、試してきたんで、よかったら最後まで見に行ってください。どうぞ。ナイスパテンキュー。やべ、敵いる敵いる。やばい。安全なエリアが狭まっている。あぶね。おい。なんでふざけてるときって大体敵来るの？はい、ちょっとね、今回動画撮ってきたんですけど、音声のね、ちょっと調整ミスで、なんか俺の声がちっちゃかったんで、今回はね、後付けで話していこうかなと思います。ちょっと花粉症でね、鼻声なんですけど、許してください。はい、じゃあね、まあ何を話していくかっていうところなんですけど、まあ、まず一つはサプレッサー、エージェンシーサプレッサーの効果。ちなみあにですとけど、私は、は今の命中率環めっちゃ高境いんでで。どんな武器がね、今強いのかっていう感じの話をね、まあしていこうかなというふうに思います。はい。で、まずエージェンシーサプレッサーについてなんですけど、まあこれは普通に強いっすね。ただ、まあめっちゃ強いんだけど、MW の武器、のね、アタッチメントで、モノわあ、レ惜しい。シックサ半プ分レッ潰れてサーる、っこていうれ。のがあって、許してやってほしそい。れが、まあ同じような効果なんですよね。それがめちゃめちゃ強くて、MW 武器はね。なんで、まあ CW の武器も、なんていうのかな、まあ近い性能になったっていうか、今まで特に AR はね、MW の武器の方が強かったんですけど、基本的に。だけど、まあその、エージェンシーサプレッサーが強化したおかげで、まあ CW 武器も結構、選択肢にね、入るようになったのかなっていう感じの印象です。はい。で、ま、ハマスとマック10を今回は使ってきたんですけど、その、ま、理由も、まあ、その2つをね、組み合わせて使ってるんですけど、その理由も、この2つがね、前のアップデートで、サイレント修正で弱体化しちゃったんですよね。芋がなぜ強いか。弱いで。まあ、でも強かったから、まあ、そりゃそうかって感じもするんだけど。そういうことじゃない。で、まあ、弱体化した水平から、線まあ、のど上れにぐらい一弱くなっ直たのかなっ線。ていシリーズ化うことで使ってみたんですけど、まあ、こ結こか果らから走言うって迷と、うか全もし然れ普通ない。に強いですね、今でも。さあ、マック10なんかは結構弱い弱い言われてて、最初の頃結構使っ、あの、その弱体化ね、来た時って使ってる人ほとんどいなかったんですけど、まあ、でもね、いざ使ってみると、俺的にはね、全然まだまだ強いのかなって思う。っていうより、じゃあ、例えば Mac 10がね、今そんなに、弱体化されて、他に何使うのってなった時に、まあ、例えば MW の、MP5 とかだったら、まあ、確かに強いっちゃ強いけど、Mac 10と比べたら、まあ、若干火遅力れがて低くくれ。なってしまうっていうのがあって、で、まあ、あとは火力がね、火力高い武器がいいっていうんだったら、例えば CW の方の MP5 とかも、選択肢に入る人いると思うんですけど、まあ、あれは確かに近距離の火力は高いんだけど、とはいえ、ちょっとブレが独特すぎて、なんかね、やっぱ中距離以降安定しないっていうことで、すべてを加味すると、結局やっぱ Mac 10が一番強いのかなっていう感じですね。弱体化されてもなお。はい。まあ、そんなところです。サブマシンガンがね。はい。で、まあ、AR に関しては、ファマスはね、弱体化され、どこが弱体化されたかわかんないぐらい全然変わってないんで、全然現役でね、まだ使える性能をしていますっていう感じです。はい。で、まあ、AR に関しては、他にも、例えば CW の AUG とかも、なんか、修正でこいつ強化来た何らやしろうくとしてて、んだ弾速？CW が上がったらしくてね、最近流行ってる、
結構使ってる人も多いっていう感じなんですけど、ただね、やっぱり3点バーストってね、どうしてもマウスで使うのが結構難しい、カテゴリーで、パッドでね、使うんだったら結構ありだとは思うんですけど、英雄じゃ全然強いと思うんですけど、マウスで使うのなかなか難しくて、まあ全然使えるよっていう人はいいと思うんですよ、それでもね。俺は結構難しいんで、だったら結構フルオートでね、リコイル制御して、バーって当てた方が、強いのかなっていうふうに思います。はい。で、まあ AG 得意な人はね、全然それで使ってもいいかなっていうふうに思いますね。はい。で、まあ、AR は他には、結構選択肢が多くて、ファマスも AUG も強いし、あと MW の、例えば AMAX とかラム7とか、あと、グラウとか M4 とかね、全然 MW の AR でも強い武器いっぱいあるんで、そこら辺でもいいのかなっていうふうに思います。だから AR に関しては結構ね、選択肢が多いんで、自分のね、好きな武器を使うといいのかなっていうふうに思います。はい。サブマシンガンはね、なんだかんだ弱点一択なのかなっていうふうに思いますね。うん。で、ファマスがね、やっぱなんだかんだ強くて、ファマスと弱点今組み合わせて使ってるけど、これ検証で使ってるからこの二つを組み合わせて使ってるけど、ぶっちゃけね、この二つの組み合わせってね、そこまで強くなくて、まあ強いっちゃ強いんだけど、ね、なんでかっていうと、二つのね、距離感がほとんど一緒なんで、ファマスとマクテンってね。だからなんか二つ持つ意味あるかな、みたいなところがあって。どうせだったら、ファマスとカーとかね、ロング武器とファマスを組み合わせた方が、結構ね、強くなるというか、強みを活かせてね、いい組み合わせなのかな、っていうふうに思います。ファマスとね、マクテン使ってるとね、なんか結局ファマスでよくね、みたいな感じの状況が多くて、うん。まあ、もしくはバック10でよくねみたいな感じで状況が良くて、なんか無理やり2つ使ってるみたいな感じになっちゃうんで。まあ、どうせやったらね、ハマスとカーとかの組み合わせの方が、今の環境はね、強いのかなっていうふうに思います。まあ、結構、エージェンシーサプレッサーが強化されたおかげで、選択肢が広がってね、面白い環境になったのかなっていうふうに思います。はい。サブマシンガンはね、ちょっとバック10一択になっちゃってるかなっていう気もするんだけど、まあ、AR とかで個性出せるとね、面白くて、素晴らしいのかなというふうに思いますので、よかったらね、皆さんチャンネル登録、高評価よろしくお願いします。お疲れ。ヒーターがいないゲームは神ゲー。